思い出せ、見定めろ。政宗様。どうした小十郎、また随分と物言いたげな顔だな。足利を拒み軍を起こす、それはいいでしょう。しかしこの先本気で竜王と称されるおつもりか。くどいぜ小十郎、もう決めたことだ。魔王や覇王なんざお呼びもつかねえ王に俺はなる。話は終わりか。じゃあ俺は先に行くぜ。これから伊達軍はでかくなる。気を抜くなよ小十郎。御意。右目を名乗りながらそのお心すら見えねえとはな。こんなざまで腹心とは。笑わせてくれるぜ俺よ。政宗様の狙い通り、俺らは順調に勢力を増しつつある。だがなんだ、この収まらねえ胸騒ぎは。魔王や豊臣と同じ王の名を掲げたこの進軍にいずれ暗雲が立ち込めると、そう感じているのか。ならば俺がなすべきは決まっている。そうならねえよう目を凝らし続けること、そして政宗様の真意を見定めることだ。筆頭を捨ててまで王たらんとするその心理、必ずやどこかに兆候があったはず。思い出せ、これまでに俺が見てきた政宗様の全てを。かつての政宗様もまあ十分に奔放だったな。俺も人のことは言えねえほどに荒れていたが、家中の誰からも疎まれ恐れられ、未来の主たる政宗様とすら険悪なありさまだった。あんたは片倉か、何の用だ。梵天丸、俺はてめえに剣を教えろと命じられた。ああ、鳥居の奥で舞う剣になんか興味ねえ。分かったら今すぐそこをどけ。人を羊で侮るか、主の器とも思えねえな。言ってくれるじゃねえか、あんた。今思えば俺も傲慢だったもんだ。人の心が折れるのはいつだって唐突だ。それは政宗様とて例外ではなかった。よう小十郎か。梵天丸、そのやはりその目は。はあ、もう使い物になりそうもねえや。いや、それは俺自身かもな。てめえ何を言って。なんとなくわかんだ、連中の言いたいことはよ。こんな状態のやつに家督なんざ継がせられねえだろうってな。出て行け小十郎、もう俺に用はねえだろ。梵天丸、あれだけ弱った政宗様を目にしたのは後にも先にもあの時だけだ。俺が何とかせねばと青くも思った。だからこそ俺は。小十郎、おい小十郎。政宗様、
ったく、何をほうけてやがる。魔王のおっさんに目にもの見せよってこの時によ。はっ、申し訳ありませぬ。本当の王が誰なのかを世に知らしめるいい機会だ。ふぬけた戦はお断りだぜ、小次郎。御意、あくまで己を誇示すること、それがあなたの見出した答えだというならば、俺は続け。魔王政宗様の行く末ともなり得る男、その本質余さず見定めさせてもらうぜ。恐怖の音を奏でし者々よ、その玉を世に捧げよ。私も耳にした音だ。デビル、ワッドラゴン。本物の王がどっちかは言うまでもねえだろう、おっさん。所詮はヘビ、貝にも遠く及ばぬものぞ。朝目覚め、戦場に立ち、夜眠る。ただそれだけ。また新たなる怖い色が。一体なんだこれは。もはや人のいるべき場所ではない。私が率いていた兵もこのようにして崩れ折れていった。さあ、あなたは果たしてどこまで耐えしのげる。恐れよ、恐怖こそが信長様の象徴なり。平時の任すら務まらぬか。使えぬ傀儡はのたれ死に。成り変わらんとする愚か者、また一人であるか。うっそ、奪った陣の数なんて覚えちゃいらんですね。いかん、ここで戦意を失うな。あなたも所詮はセミだ、土蜘蛛の巣であがくセミ。エンジン全開、フルスロトルで行くぜ。国を守るためならば、このような命惜しくはない。信長様は飢えておられる。貴殿らも運がなかったな。戦の色を変えられよ。かつての家中にそうしたように。無敵団、お前無敵の名を言ってみろ。そう、無敵なのに。指揮を信じよう。きっとうまくいく。一刀の背中は小十郎様しか守らねえ。明帝の泥か物々の血か、好きにすすれ。
急げ！まだ間に合う。いや、間に合わせてみせる。ザキオか。誰ぞ酒を持て。かの月を時の魚とす。障害になれるとは思わぬ。思わぬな。なってみせよ。不甲斐なし。真にはついぞ恵まれぬわ。思い上がりし思ってか。あなはだもって不快なり。あの方にとってみれば将も増強も大差あるまい。御台様も嘆かれるだろう。この惨状ではな。小十郎様のような男になりてえ。なんとなくわかんだろ。あなた方をいくら切ろうとあの方の目に留まりはしない。俺を鍛えてみせたそいつが弱いはずもねえさ。あなたがいる場所は悪夢の小枝目だ。それなのに何かをつかめる気でいるのか。私の式など付け焼き場、好きに評すればいい。日濡れにもあいたわ。物言いを稀に見る誠意を傑作せいよ。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。てめえからはろくな殺気を感じねえ。なぜだ。そうだな。きっと私が出来損ないの塗り壁だからだろう。ここで切られることに抵抗がねえとでも言うつもりか。これは信長様とあの男との物語。私の存在などつまらぬあだし事に過ぎない。随分とつまらねえことを言うじゃねえか、あんた。政宗様、ここは任せろ。小次郎、その目に竜王を示すいい機会だ。あんた名前はネイムレスってわけじゃねえんだろ。柴田勝家、人にはかかれ柴田と呼ばれている。オーケー。柴田勝家、あんたは今日から俺のもんだ。少し寝てね、柴田勝家。目が覚めたなら新天地だ。政宗様、なんという戯れを。定めをもてあそぶ。あなたがそれをなさろうというのか、政宗様。世は全てを制するものぞ。人界欲界、天の海よりそのはるか彼方なり。ハハハハハハ。魔王、てめえにとってあの柴田という男は何だ。壊れし傀儡、その一言ぞ。絶望をまき道を失わせるか。何のことはねえ。てめえはあの日の家老どもと同じだ。よう凡愚と見下すか。
少子。政宗様の行く末がてめえであるとは認めねえ。この命を賭してでもその道には進ませねえ。目玉ごときが分をわきまえぬか。政宗様、たとえあなたの理想に反することになろうとも、これしきで世を遮りうると思うたが。徳潤わせよ、我喉の奥底に渇きを覚えり。ま、こんなもんか。よし、引き上げるぜ小十郎。どうした、いつにも増して険しい顔しやがって。いえ、すべては無事帰り着いた後に。盆地の空に刻まれしこの記憶。手放しはしねえ。なるほど、帝に乗せられ魔王のおっさんに逆らいか。でどうする、立ち上がるために何をしたい。私はもし帝に目にもの見せてやりてえってんなら、OK、俺が付き合ってやるさ。な、血迷われたか政宗様。飛賀の戦力差を返さぬあなたではないはずだ。だからこそ挑む意味があるだろ。黙って見送れ小十郎、お前を連れてくつもりはねえ。政宗様、続け。こと、ここに至っては刃で問わねばなりますまい。たとえ不敬の徒とそしられようとも。上等、お前とのダンスから逃げたりはしねえぞ。はじめに問いましょう、なぜこの小十郎を伴わぬと。帝が相手だ、身元固めはどうしたって必要だろうが。帝に挑む、その意味を理解しておられるか。戯れに命を捨てるおつもりならば。遊びじゃねえ、挑戦さ。俺にもあいつにとってもな。お前ならわかるだろう小次郎、俺にはあいつがかつての俺自身に見えたんだ。かつての政宗様。くたびれてうなだれて光の一つも宿せねえ、そんな奴らを救うのが俺の掲げる竜王だ。それ…お強くなられましたな、政宗様。誰かさんのおかげでね。もう止めねえのか小次郎。その必要もございますまい。今のあなたには宿っておられる死の覚悟を超えた生き抜く覚悟が。ああ、どこまでも生きる、生きて作り上げてやる。誰もが心置きなく光り宿せる世界よな、政宗様。それじゃあ小十郎、ちょいとキングになってくるぜ。ご分を。
政宗様、あなたは限りなく大きくなられた。あなたならば必ずやかの帝王も打ち果たせる。ならば俺の役目はただ一つ、あなたの背骨、奥州を守り抜くこと。無数の人脈を誇る足利一門の来襲、そう、この見知った魔月、てめえの魔の手からな。そう、私だ。ごきげんよう、竜の右目。鋭く察してくれるものだな。まるでネズミだ。わからいでか。てめえの息吹は鍵開きだ。ならばそろそろ終えるとしよう。剣と私の隙間に響く最も澄んだ音とともにな。いい顔だ。先日まで揺れていた男とも思えないな。覗き見とはな。てめえらしいたしなみだ。おまけに伝説の忍びまで釣れるか。帝の策も容赦がねえ。これも彼なりの賭博でね。まあ悪くない趣向だろう。竜の独り立ちか。率直な心持ちを聞かせてくれたね。進化として一人の男として誇らしく思う。おそらくてめえの望む答えではねえだろうがな。ケイにとっては未熟な主の方が好ましいのではないかね。どういう意味だ。庇護を与えるのは、頼られるのは快感だろう。それが松永、てめえのご託はもう聞き飽きた。政宗様はお勝ちになる。たとえ将軍相手であろうともだ。そして俺のなすべきはその道をただ守るのみ。これでてめえの企みも終わりだ。ならば時の最後に剣と私で奏でるとしよう。しまった。俺はまだあなたの意志と共に。